こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります、ワルソネコのタックスです。2021年3月12日のワルソネコニュースラジオです、はい、スプリングホープ、あのネオブライスのピンクの髪の子いつ出るかなっていうのが話になってたんですけど、はい、とうとうデザイン画が発表になりました。やったよね。これ何月ですか、発売は。はい、こちら5月になります。まだ何日っていうのは発表されていないんですけど、はいはいはい、CWC 限定ですので。あ、 CWC 限定なんや。はい、これでもうなんかあの4月いっぱいブライスショップにはもう物が入ってこないの確定しちゃいました。わかりやすい、まあ、ひょっとしたらね、なんかまだあるかもしれんし、うん、その辺はちょっとわからんけどね。もうこれね、遡ってからなんかこう手前のやつが来るっていうのなかなかないので、ニュースでは。じゃあまあちょっと細かい仕様とかやっていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは5月発売の CWC 限定ネオブライススプリングホープの仕様を見ていきましょう。はい、フェイスタイプラディエンスリニュー、これはまあ金型がどっちかはまあ今のところわからないんで。そうですね、うん、でフェイスカラークリーム、ちょっと色白ですね。おお、これも振れ幅があるね。ありますね、うん、ヘアカラーピンクで前髪ありのウェーブのロングです。ああ、これちょっと毛先が心配やね。そうですね、あとちょっとなんかな、柔らかさ、うん、それもありますね。もうあとなんかこう髪のピンクの濃さがちょっとどのぐらいかっていうのがまだわからないので、傾向に振っているのか傾向に振ってないか、うん、もしくは色の鮮やかさがどうなんかわからんね。そうですね、少しマット感があるのかとかツヤツヤなのかとか、その辺ですよね。ちょっとこれまた後半で話になるかもしれないけど、メタルかどうかも気になるところやね。あ、そうですね。そしてアイシャドウはブラウン。まあでもこれなんかあれやね、髪色がピンクやからブラウンいっとったら目元の色がはっきりするかなっていうのが。そうですね、うん、そしてチークトリップはピンクです。はいはい。でまあ特色のアイなんですかね、4色。はい、全色特色アイということで、はい、正面にはライトブルーとライトブラウン、うん、はいはい、右側にはライトピンク、うん、左にはライトグリーンが入ります。あ、でもなんか春色が揃ってる感じで目の色はちょうどいいね。ちょっと気になるのは、はい、ライトブラウンとアイシャドウがブラウンの時ちょっとどんな感じになるかっていうのがちょっと疑問が残るところやけど。そうですね、あとね、まつげがどうなんかちょっとこれわからないよ。これは表記にはないんですけど、イラストで見た感じちょっと茶色っぽく見えちゃうなと。これはだから目の錯覚で茶色なのか、うん、ちょっとね、拡大してドットだけ撮ってみてスポイトで撮ってもね、はい、ちょっと色がはっきりわからないんで、この辺はちょっと今まあ、想像にお任せしますよね。そういうところになりますね。で価格なんですけど、メーカー希望小売価格2万2000円プラス税ということで、らら税込みになりますと2万4200円となります。まあ、2万5000円やね。そうですね、送料も入ってきたら2万5000円になっちゃいますね。うん、なるほど。まあでも価格的にはまあ、ね、CWC 限定じゃこんなもんかなっていうのが。そうですね、これぐらいがよくありますよね。うん、あとまあ服装に関してはまあ目立つのはまあこの大きい帽子というか大きい耳というか。そうですね、この帽子なんですけど、うん、このリボンの結び方によってか形がいろいろ変わっちゃうんじゃないかという心配もあったりしまして、帽子が潰れてしまうのか、うん、リボンは上からかけて首元にふわっと垂れるのか、うん、この辺ちょっとよくわからないよな。そうですね、なんかまた最終仕様が出た時にこのリボン結ぶ時の力加減っていうのが見えてくると思うので、うん、そうやな、この帽子の、あの大きさもわからないし、今のデザイン画の段階では、うん、あの本体の髪のウェーブよりでかいやん。うん、確かに、うん、だけどこの辺はね、まあ、多少縮むんじゃないかなっていう、うん、それもありますね。でまたカチューシャが別にあるから、はいはいはい、頭のコーディネートは かなり充実してますよね。だからこのカチューシャもまたリボン抜けれるかどうかわからないけど、はい、まあチェックになってるやん、はい、やけどあのそのコーム部分というかあそこもチェックが入ってるから、はいはい、布でくるんでるのかどうかもちょっと気になるとこやね。あ、それはありますね。多分、まあ、スカートとトモノの、はい、うん、あ、そうですね。あと今回はブラウスとスカートでワンピースじゃなくて別々になっているので、そしたらなんか他のドールにね、はい、上だけとか下だけっていうのも可能やね。そうですね、着回しが自由に使えるので便利かなと思いますね。ブラウス結構コットンレースをいっぱい使ってるっていうことになってるので。そうやね、首元はちょっとまあどうかわからんけど、はい、あの何袖のとこ、はい、うん、段になっとんがちょっと見たいなっていうのと、ね、ボリュームがありますよね。そのボタンの分は多分まあちっちゃいビーズかなと思うけど、はい、この辺はちょっと実物が見るのが楽しみやね。そうですね、これは最終仕様も楽しみなところですね。でもこれ帽子かぶせてしもたら、はい、あのリボンの大きさによって全然上の服がわからんから、どうなんやろな、このままのリボンを再現すんかな。あ、でもこのリボンが大きくてブラウスが見えないっていうのはもう定番なんですよね。それこそクリアリークレアの時とかもあのフロントのなんかこういろんなとこ見えなくなってもったいないなとかいう話したじゃないですか。うん、だから同じ感じになるんだろうなとは思いますね。そうやね。ということであのバックスタイルもちょっと気になるね。髪が長いから、はい、あの上のブラウスというかあれもどうなっとんかなって後ろが。あ、前が気になると思うよ、ブラウスの場合は。うん、そうなりますよね。もうその辺も気にしつつですね。あとはまあ靴下もね、白で春っぽい感じで短めの分が入って。そうですね。そしてあの靴に関してはまあよくある分かね。そうですね、ブラウンのワンストラップですね。うん、
これも着回しに便利ですよね。あとはまあカゴがあって花束があって青い鳥がついてるね。そうですね、幸せな青い鳥的な感じですかね。まあなんか春のなんかイメージで作られてるみたいなので、はいはいはい、まあそういうところでまあ鳥が出てきたりとかなんかいろんな動物たちが出てくるシーズンというか、まあ花が詰める季節ということでね。そうですね、でまあ次フェイスカラーがクリームということでちょっといろんな見ていきましょうか。はい、というわけでここ2年でフェイスカラーがクリームの子たちっていうのをちょっと集めてみたんですね、はい、ちょっと半透明は覗きますね。ここ2年ということはもう、はい、2019年か2020年ですね。意外になんか5つぐらいなんやね。はい、だから2021年になってからはまだほぼ出てないに近いので、はいはい、中にはなんか本当にこいつクリームかよみたいな色のもおるけど、まあちょっと聞いていきましょうか。まず左から、はい、はい、2020年11月発売プラッドパレード、はい、2020年6月発売ダンディディアレスト、2020年2月発売スイートバブリーベア、2019年11月発売ルミデミトリア、2019年4月発売ツモリスピリットダズリングブライストゥギャザーアトラストというメンバーになります。まあ、これとして、はい、まあ、左クリーム、はい、うん、なるほどと、はい、やけどまあ次のダンディに関しては、はい、やっぱり何クリームって出たはずやけどお前ちょっと白すぎるだろと。そうですね、スノーと間違える方続出でしたからね。うん、まあそんな中で、まあ、スイートバブリーベアはまあ順当にクリームかなと。そうですね、うん、あとルミデミトリアもちょっと色白さんという感じやったなっていうのと、そうそうそう、でツモリスピリットに関してはちょっと周りの髪色とかもあるから分かりにくいんですけど、ちょっと青っぽく見えてしまう時あるね。でもまあ一応クリームだなと、うん、だからまあね、幅広い感じの分の濃さというか、はい、色の深さ浅さはあるよ、はい、あと白いとかちょっと赤っぽいとかピンクっぽいとか、はい、髪色によってすごい引っ張られるなと思うから、うん、それは多いですね、うん、だからちょっと髪の色に対してどうなのかっていうのが、うん、そうですね、うん、でまたこのピンク髪っていうのはちょっと色白に寄せてることが多いんですよね。そういう傾向があるので、まあその色白のなんかこのクリームっていう範囲の中でどのぐらいの白さが出てくるか、うん、どのぐらいの赤みのが出てくるかっていうのは楽しみなところです。 そうだね、うちらもピンク髪のは結構持ってるけど、はい、ちょっとねいっぱい持ってるかってそうじゃないよ。案外ピンク髪ってうちら持ってないのあるから取りこぼしありますね、うん、ちょっと次髪の方見ていきましょうか。はい、じゃあ最近のピンク髪誰がいるんだっていうことでちょっとチェックしてみたんですけど、今画面の方に出てるけど18年から22で2つな、はい、だからこの3年で2人しか出てないんですね。おだから2020年2月に出たスイートバブリーベアと、はい、これ記憶に新しいですね、また、はい、2018年の8月に出たアニバーサリーのユニコーンメイデンですね。あ、これはまだみんな記憶に本当に新しいと思う。そうですね、うん、この2人だけなんですね。やけどこのピンクっていうのはちょっとメタル気味に見えるというか、そうですね、かなりツヤが強いというか、うん、そういう印象ですよね。そうやね、さらに言ったらスイートバブリーベアはなんか紫のメッシュが入ってるから純然たるピンクではないし、あーなるほどね、そういうところもありますから、うん、でこの2人って結構なんかこう色の傾向の近いピンクじゃないですか、はいはいはい、だからここでスプリングホープがこの同じ系統のなんかちょっと紫みというか青みの入ってるピンクで来るのか、ちょっと赤みがかかってるなんかこうオレンジ寄りのピンクというかそういうのが来るんか、それはまあピンクって書かれてるだけではわからないっていうところですよね。ピンクってとにかく振れ幅が広くて、まあ、うん、いろんなピンクあるよ、はい、やけどその例えばイチゴヘブンってあるやん、15周年で出されたトイザラス15周年記念のやつですね。そうそう、あの時の分とかはあれもピンクっちゃうとピンクやけど、はい、ちょっとね皆さんが思っとるピンクじゃないのよ意外に。そうですね、すごい濃いピンクがありますからね。スノーフレークソナタのピンクに関してはメタル系なんよ。あ、そうですね、ちょっとメタリック感ありますよね、うん、で、まあ、透明肌で言えば、はい、ペニープレシャスか。あ、そうですね、うん、あれもなんかかなりビビッドなピンクですね。そうそう、でまたステラサバンナになったらんちょっとちゃうぞってなってくんのよ。そうですね、ステラサバンナコココレットになったらなんか少しなんかこうオレンジ味というか赤みが入ったピンクになってきますからね、うん、であとあのポリプロピレンの髪の子でピンクのもしゃもしゃの分子って、あーいましたね、シャルロットでフルール、うん、あれとかはまあピンクっぽいやんすごく。あーですね、本当に思う、皆さんが思うピンクってこれかなっていう感じの、うん、ですね、でちょっとマット感があるかなとかそういう感じになってきますもんね。まあ、髪質とかによるんやけど、はい、結構ねブライスの髪質ってね色によって変わる、あの分かりやすく言えば、はい、色髪買ってくるやん、はい、色によって触り違うことない？あ、ありますね、うん、そんな感じ、入った色素によって質感が変わっちゃうんだ。そう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 、そういうのがなんかやっぱり顕著に出てくるのがピンクなのかもしれないですね、うん、ちょっとこれね手触りも含めて出る色の採集が本当楽しみで、うん、だから結構ねその向こうが出してくる採集の色っていうのが、はい、どうなんか分からなくて案外ね箱の中に入ってる写真が当てになるかなと思うよ。あー、そうですね、それも込みでちょっと気になるところですね、うん、最初に詩を紹介した時にも愛の色がなんか春色っぽくていいねっていう話はしたんですけど、全部がライトってついてるっていうのはね、そうやね、
それこそなんか昔クラウドナインボールの時に、はい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 、あのライトカラー3色入ったりして、なんかあれもいいなって思ってた時あったんですけど、まああんな感じで買い、なんか全部ちょっと明るめ明るめで言ってくれるっていうのは、目元が暗くならないっていうのはすごいありがたいなと思います ね。やっぱりその時に重要になるのはフェイスカラーなんよ、はい、あーそっか、うん、だからこれ何クリームっていうの俺すごくいいと思ってるんよ、はい、春色の感じで、うんうん、やけどフェイスカラーがやっぱり安定しないっていうか、あでわざと変えてると思うよ。そうですね、うん、もうそれぞれの子に合わせた色っていうのを出していると思うから、ね、まあなんかそこで振れ幅があるっていうのもありがたさではあるんですけど、うんうん、もうなんか絶対これっていうのがわからないのはまたネオブライスというかブライスというか ね、まあ、この辺でやっぱりなんかはっきりせんやないか最終出せとかいうのがあるやん、うん、でもその辺はもうこれね、あのハンドルの遊びを楽しむのが今のデザイン画の段階やん。まあそうですね、うん、もうここはねワクワクテカテカしながら待つっていうところですよね。そうそうそう、それでいいんだもうこれで、うんうんうん、まあでもこの分ねまたねあの5月発売ということで、はい、あのブライスショップまた蚊帳の外で全く関係なくもうガヤガヤ言うだけです私ら。そうですね、これでかん5月になこれでかんブライスショップ限定がなんか一つも出ないようなことになれば、そうやね、そのままなんか半年間何もなしお預けポンっていうことになってしまうんですけど、まあ、逆にトップショップさんも1個だけっていう、だから何かしら降りてくるかなと思うよ、はい、トップショップには。うん、まあトップショップさんぐらいはねなんか入れんかったら、やらんかったらまずいよね。だってもうこれ5月いうことはもうゴールデンウィークですよ、うん、あーそうやね、終わってから出すかな。だから一般ブライスショップはゴールデンウィークも何も新入荷なしでか乗り切れって言われてるんですよ。だから5月の分で出すとしたら、はい、うん、これの1個前に、うん、まあそれか1日か2日前か1週間前に、はい、ブライスショップ限定を出してお前らそっち食っとけっていうのが、あまあそれが出てくれりゃいいですけど、うん、それあるんかなって思ってしまいますね。まあでも向こうも何を儲けるんだったら2個出した方が得やん、うん、いやまあそりゃそうなんですけど、大体パターンとしてありえるのはね、うん、あのシードルシ限定はネオで、うん、お前らショップにはお前ミディブライスやっとるわっていうんが、うん、そういうパターンもあったりしますけど、まあ全然ありますね。まあとにかくお店さんなんか本当真面目にやってるお店さんなんかどうにかしてあげてっていうのは思うし、そうやね、まあでも向こうは別にもうこれ CWC が残るっていうことが多分最優先だと思うんで、そうですね、多分まあ下々の店は関係ないかなって。俺昔ライブで言ったけど、うん、多分まあバンダイのバンダイスピリッツみたいな将来的になるかなっていうのは、うん、ああそれはもうね、うん、私たちも最初からその覚悟の上でやってますから。そうそう、昔だからあの俺が一回店辞めようと思った時の話の中にもちょっと練り込まれてたんやけど、うん、まあ将来的にこうなると思ってたっていうのは、うん、まあそうですね、うん、もう最終的になんかブライスショップ制度がなんかもうトップショップだけ残してかんや、あと全部切り捨てになるかな。もうそれはでも時代の流れでいてしょうがないと思うし、うん、やっぱこうショップで買いたいっていう人がおるけど、うん、それはお店が魅力的だからその店に行きたいと思うだけであって、うん、魅力的じゃない店がやっぱり残ってても別にネットで買うのが優先になってくると思うから。そうですね、やっぱりこのなんかやっぱりコロちゃんとかで、うん、もう店に行くことができんから通販に切り替えた人も多いし、そうそう、それは全然ありえるよ、うんうん、でまたなんかこう近くのなんかもう店がなんか物がないから、はいはいはい、もうそれこそ2018年頃からなんかもう店になんか何にもない状態のところもいっぱいあるじゃないですか、うん、予約で全部終わってしまうとか、まあね、でもうなんか店に足運んでも何にもないとかになってきて、はいはい、もうしょうがないからもう全部通販に切り替えましたとか、うん、そういうのって、まあ、実際あるし、だってお店しょって、うん、まあ、やっぱうちんとこみたいに何をあのお客さん混んでも、うん、へへーんとか言って今日客来ねえよちょっとうどん食ってくるわとかちょっと上でたこ焼き焼いてくるわとかそんな店ばっかりじゃないからやっぱりこう、うん、ご飯食べないかんや。そうですね、だからまあ通販が売れるんだったら通販に切り替えるのは当たり前のことなんやけど、うん、最終的にやっぱりこうブライスショップっていうのはなくなるんやろなっていうのが、うん、それはなんかちょっとこの半年間思う感じになりますよね、うん、まあ、俺はなんか前の動画の時に、うん、もういつかこうなるからっていうのは思ってたから、うん、だからライブの時でも言うたけど、うん、本当にバンダイスピリッツみたいになっていくんかなっていう、うん、もうこの辺は腹くくらんしゃあないですね、うん、まあとにかくなんかもう新商品が出るのは嬉しい、当たり前やけどね、うん、まあね、でかいなんかこう前からなんかこれどうなんていうのやっぱりなんかちょっとチラ見せがあったりしたじゃないですかこの子って。だからなんかそれ含めてかい早う仕様を教えてほしいなっていう人も多かったし、まあね、ネオかプチかよな、うん、新しいもん出るんちゃうかとか期待があったけど、うん、まあ俺新しいもんが出るんだったら俺は、うん、あのミディブライスとプチブライスの間を出せと思っとったんよ。あ今一番旬のサイズですよね。そうそうそう、あっち出してくれたら、うん、シルバニアも使えるしネンドルの家具も使えるやん。あ小物すごい充実、ガチャでも全部12分の1やん、すごい潤沢にアイテムがある。あっち出してよっていうんが
確かに そ, う、うん、そこに切り込んでいったらまたなんか世界開けてくる感じはしますね。 そっちしてくれたらね、うんうん、まあ、どっちにしてもネオブライスだったっていうのがここで確定しましたので、まあ、当初のね、あの1枚目に出た写真の頃から、うん、頭にスリーブごと、うん、あの押さえのビニールが2枚あるっていうのが分かってたから。そうですね、うん、うちのお客さんたちはみんなネオやんって言ってたけど、うん、まあ、盛り上がってるは盛り上がってるのでそれでええんで、いろんな意見交換からはいいことなんで。そうですね、うん、まあ、そんな感じで今回は2021年5月発売の CWC 限定ネオブライス、はい、スプリングホープの方を紹介させていただきました。これでまたなんか後日最終仕様も出ると思いますので、それを楽しみに待ちましょう。髪色とかね、あと目の色4色紹介ね、はい、あとね、髪の毛の毛先のウェーブのアップ出してくれと、うん、あ、ちょっと欲しい本当に。あと靴が何なのかはっきり分かるように、あとスカートの下の折り、うん、あ、うん、これがどうなっとんかも早く見たい。あとブラウスのアップお願いします、うん、中になんかちょっとレースとか入ってるのかなとかいろいろ期待しちゃいますもんね。あとはなんかあの何、あの本が入ってんのカゴの中、あ、カードじゃないかなと思っちゃうんですよね。あ、青い鳥やから、まあ、でもスプリングホープやから、うん、まあ、あの何、明るい方の希望叶うであろうっていう。そうですね、うん、まあ、なんかもう春を待つっていう感じやと思ってたから。そうや、ね、春は必ず来ますから、うん、そうやね、まあ、これね、スプリングあのウィッシュやったらどうしようか思うしね悪い方の予感がするの方やから来るかどうか分からない方になっちゃうじゃないですか。そうそう、英語のなんか文ではよくあるやん、エヴァンゲリオンでも英語で見てたりしたら、うん、ホープねとか言ったら、うん、ウィッシュかもしれないわよっていうくだりがあんのよ。ちょっと待ってください、ウィッシュって言ったらリボネットウィッシュのウィッシュはつまり、あ、いや、ちょっとまあまあその辺はまあその辺はひょっとつづりが違うかもしれんかね。まあまあそれは置いといて、うん、まあそんな感じで今日はなんか CWC 限定ネオブライススプリングホープのデザイン画が出たというニュースでした。最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。